48キロ級日本人対決準々決勝での対戦となりました。同じ大学4年生、青い道着が浅見春奈、そして白い道着が近藤香織。さあ勝ち上がるのはどちらか、いずれかがこれ敗れます。それぞれ飛び越しに行きました浅見。いや浅田さん、はい、ちょっと準々決勝にはもったいないとは思うんですが、これはしょうがないですね。そうですね、でも本当にあの一瞬も気が抜けない試合になると思いますね。はい、ご覧のようにまず去年の学生個人の体重別で近藤が勝ち、そして今年世界チャンピオンになった後の浅見に対して学生の団体戦で近藤が勝っています。その後の先月行動から入れば、おっと順を倒した有効だ、有効だ、近藤が先に有効を奪いました。大内刈りですね、大内刈りでいきました。小内刈りですね、小内刈りですか、失礼しました。いや近藤が先に取りましたね、左のコーチ、はい。さあ試合の流れ園田さんどう見ますか。そうですね、あの浅見選手が先に技を仕掛けてたので、はい、浅見選手の方に流れがあるかなっていう風な思いはあったんですけども、はい、近藤選手ワンチャンスを生かしてますね。直近の対戦は11月近藤行動館杯でした。その時には先に近藤が指導を、まあ浅見に対して取ったと、指導を一つリードしたんですが、最後ゴールデンスコアの延長戦で逆転の技ありで負けました。この試合は先に近藤が技でのポイントを取っています。園田監督、まあ、監督としてこれをどうい こう気持ちで見るかというのも難しいところだと思いますが。そうですね、まあ、あの前日の集合の時にやっぱりあの、はい、自分が持っているものをしっかり出し切ろうというふうに選手に伝えてましたので、はい、やはりみんなここはアピールの場だと思いますから、はい、しっかり出し切ってほしいですね、はい、今は低い体勢の体落としに行った浅見ですが、そこは近藤がしっかり対応しています。今リードしている近藤からすると自分の柔道どういう点をアピールすればいいんでしょうか。そうですね、まず一つポイントは取ってますので、はい、あとは守りに入らず攻め続けることですね。逆に浅見としてはリードをされてから残り3分になります。まだあの時間はありますので、はい、変に慌ててしまいますと技も雑になってしまいますから、はい、しっかりあの足技を使って連絡技、はい、またあの投げるのもポイントの一つですけども、はい、反則で相手に指導を生かせるっていうのも一つですので、はい、それを両方考えながら進めていった方がいいと思いますね、はい、今は両者ともお互いに技を出し合っている感じですね。そうですね、近藤が一つ大きな声を出してまた前に出ていきます。ポイントをリードしているのが白い道着の近藤、現在世界ランク10位、青い道着が世界ランク2位、今年の世界チャンピオン浅見春奈、共に大学4年生、ライバル対決、共に右組みの両者、右で襟を取りたい形、しかし浅見は襟が持てていません。ここしっかり潰している、右の一本銃に行きました。近藤絞っていく、一旦離れます。残り時間がまもなく2分10秒になろうというところ、浅見が世界チャンピオンの浅見がポイントをリードされています。釣り手が持ててないですね浅見選手、近藤がそれをしっかりこう抑え込んでますね。逆の技に行きました浅見、しかしこれは不十分です。浅見はどう打開していけばいいんでしょうか。まずはですね、あの自分の組み手になることですね、少しちょっと雑になっているところもありますし、はい、でもやはり本来の技を出すにはやはり自分の組み手にならなければ、はい、次につながらないですので、はい、過去にもこの2人の対戦、一つ対戦がある、その次にはまたそれに対しての対策を講じてくる、そんな対戦が続いています。低い体勢の担ぎ技に行こうとした浅見ですが、しっかりとした組み手になっていません。1分30秒を切ります。時間が少なくなってきます。近藤香織が小内刈りで有効ポイントをリードしています。ここで待てがかかります。今年の世界選手権で初出場で優勝した浅見春奈、しかし一つ優勝できたからといって安心する暇は全くないと思っている、48キロ級みんなが強いので頑張らないと、とそういう話をしています。まさしく今近藤がその48キロ級の層の厚さを証明するかのようにリードしています。素早く前に出た浅見春奈、さあ右を取ったか、また切られます。頭をつけるようにして近藤が前に出る、足を飛ばす、低い体勢に入るか、これ釣り込み腰、浅
上の技が出せない、その前に近藤が技を出していく。残り1分切っています。場内の両者への応援が一段と大きくなります。近藤が今寝技の攻防を下になりながら時間を使っていきます。残り41秒で時計が止まっています。近藤の方はリードしている守りの意識というのは見られますか？いえ、しっかり前に出てますので、はい、近藤選手はこの流れでいいと思います。強引に行く浅見、片襟の体勢から技を狙う。低い体勢で入った近藤、やや低い形でした。上に乗る浅見はすぐに立って待てがかかりますが、23秒、世界チャンピオンとして臨む浅見にとって初めての国際試合。その準々決勝で今近藤にリードされている低い体勢、そこから近藤が押し込んでいくか。時計が動きます、動きます。残り10秒を切った。リードしているのは白い道具の近藤香織。残り6秒で止まっている。近藤が浅見を破るのか。浅見が前に出る。奥を持った、奥を持った、いけるか。ここで試合終了です。世界チャンピオン浅見春奈敗れました。近藤が浅見を破っています。女子48キロ級準々決勝ライバル対決、近藤香織が小内刈り有効ポイントで世界チャンピオン浅見春奈を下しました。改めていかがでしょうか？そうですね、近藤選手、はい、ワンチャンスを生かしましたね。浅見選手の方はちょっとポイントを捉えてから時間はあったんですけども、はい、ちょっと雑になってしまったというところがありますね、はい、近藤世界チャンピオン浅見を下してベスト4準決勝進出。浅見ここで敗れました。